あら、猫が。物々しい雰囲気です。階段を登ったら、ランバート邸です。よし。にゃん、にゃーん。ない。よし、いい感じじゃ。今のでね、コインだいぶ持ってかれちゃったんだけど。もう一個ぐらいあるかな。あったあった。じゃあ行きましょうか。急にホラーに。それにしてもにし、庭が荒れているね。元は立派な庭園だったはずなんだけど。以前は本当に綺麗な庭でした。しかしアランバート氏が亡くなって荒れてしまったみたいですねと。荒れ果てたに50、なかなか難しいな。おう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 。庭は荒れ放題、小さな看板が書かれているね。屋敷に入るものは全ての数字のマスを順番に通ること。8の次は1、つまり12345678122みたいな感じで全部を通りつつ、よし、スタートからスタートに行ってしまった。まあこういうのって基本的に 逆から逆算するのが基本なんで、8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1、すべてのマスを通、数字マスを順番に通るだけで、すべてのマスを通れとは言ってないよね。この謎、私が解いてみせよう。残念、ダメだった。やっぱ全部回るのか。まだか、やっぱ全部回るのか。じゃあ全部回るよ。ということは、8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6。この67あたりが狂えばいける。ここの6使っちゃいけない。
もうこうなると戻れなくなっちゃう。いけんな。こうでいいじゃん。1,2,3 もうここ1がないんだよ。つまりこうはダメ。この左がね、8に囲まれてないから絶対ここスタートは間違いないはずなんだ。こうか。あー、3が消えた。行ったか、さすがに行ったか。よし、行った。見ててごらん。謎解明。すべての謎に答えがある。正解ね。磨いた。
よし、なんとか先に進めそうだ。さあ、先を急ぐとしよう。今もこれ探してただけなんだけどね、なんか謎が先に進んじゃっただけで。さあ、今作のヒロイン枠に会えるぞ。到着。近くで見ると一段不気味ですね。蜘蛛の巣張って、うん、気持ち悪い。こんな屋敷に人が住んでるの？そのはずですが。カーン。不安になる効果音が出た。誰かに見られているね、これ。3階建てで豪邸なんだ。さあ行きますか。こんにちは。いや、あ、そんなはずは。ボイスが入った。さっきここへ来るときに2階の窓に人影を見た。え？ちょっと。これで誰もいなかったらすごく怖いじゃないですか。厄災の魔女ってやっぱり幽霊だったり。あ、開いてんじゃん。え、あれ、じいさん。なんだなんじゃ。アシャデムスじゃ。突然失礼します。私はエルシャール・レイトン。街に現れる魔人について調べています。ユラさんはこの家に。知らん。ユラさんを。ユラさん、今週のノルマ。失礼ですが、あなたは。わしはこの屋敷の庭師デムスだ。お嬢様はお前たちのようなものにお会いにはならん。さあ帰ってくれ。変だとは思わないか、レミ。え、何がです？庭師がいるのにこの屋敷の庭はこんなに荒れている。あの庭師は仕事をしていないのだろうか。やべえ、あの庭師は仕事をしていないのだろうか。大事なこと。アランバード氏の死をきっかけに屋敷の使用人はすべて解雇されたと聞きましたが。怪しすぎる。え、それじゃあ乗っ取りだ、乗っ取り。もしかしてあの庭師は偽物でユラさんを監禁していたりとか。それは考えられる。緊急事態です。この屋敷に潜入しましょう。ライトさん。お、移動できる場所が増えている。あ、隣の塔みたいなところ。塔には入れるみたいですよ。女の子の危機を助けるのは英国紳士の務めですよ。仕方ない。では行きましょう。よし、大丈夫かな。行くぞ。あれ？こっち。わあ、大きな湖。デルラゴ、デルラゴいそう。ここに毒をまいたら町を滅ぼせるね。昔からこの湖から伝わる一本のパイプが何本も枝分かれしていて町へ水を運んでいたんですよと。ここのね、船の停留所のところで銃をパンパン撃ってるとね、デルラゴが噛みついてきてゲームオーバーってなる。フロームバイオ4。コレクションも増えてきたね。おっぱいのペラペラソースって言いたくなるよね。なんかいるんだろうな、この湖。
ないな。ない、ないよ。そんなもの、あれ本当にない。あ、そうか。塔は登るんだね。何？おや、隠された謎があるね。隠されすぎだろ。2枚の絵。変な趣味の富豪がいる。入り口に2枚の絵を飾るのだが、拝聴している。合計金額が2億円。6億円。じゃあ、おいくら万円ですかね。どういうこっちゃ。1番は合計金額2億円。2番は6億円。じゃあ3番は9億円。一応絵がなんていうかなん、うん、まあまあとりあえず意味はわからない。まあ1番がこんな四角横長、2番がこんなんこんなん、ね、これが2億円、これが6億円、じゃあこれがサマージャンボ宝くじ。なんで6なんだろうね。だからなんとかかけるなんとかみたいな感じなのかな。まあ現状全く意味は分かってないんだけど、1番のように飾った2枚、上と下でしょ、うん、だからいわゆる 1×2 になっている。でこれが2でこれが3になっている。じゃあこれが3でこれが2だから6、うん、分からないこんなに分かりやすい飾り方はないよね。少し遠くから、あくっそ、答えは合ってたけど。みんな分かったかな？ね、今これ俺が書いたのと逆ですね。この四角を囲みましたよ。違うんだ。もう一個書くとね、こうなっちゃうんだ。そういうことか。適当に言ったやつの答えだけ合ってんのはどうなのかと思う。こういうことですよ。いやー、9億円。この謎、私が解いてみせよう。謎解明。当然さ、英国紳士としてはね。正解ね。3の壁に、3つの壁に飾られた絵は9億円だ。どんな絵なんだろうね。もっとよく見てみたいね。じゃあもうここだけで17億円。もっと謎が解きたいね。隠された謎の対するレイトン先生の回答が適当なんですけど。おお、草が、こんなん草枯れるわ。なんか左に番号書いてるけど、ここは見張り台のようだね。今は使われていないようだ。おや、エミ、あの壁を見てごらん。1、2、3、4。落書きにしては意味がありげ、魔女の印でもなさそうだ、うん、4、1、2、3。もしかしたら重要な手がかりかもしれません。メモしておきましょう。炎ですかね。4つの数字と炎、この絵の意味するものは何か。難しいですね。これはもう戻るしかないのかな。4、1、2、3。
これか。バイオかな。まさか。ぬるいとかいう次元じゃねえね。パソコンのログインパスワードをメモで付箋で貼ってるレベルの謎なんだけど。上の方で物音が聞こえたね。行ってみよう。こんなガバガバな謎解きはダメだと思いますね。